今バンコクのプロンポン駅前にある24インというホテルにいるんですけれども、今回はちょっとバンコク東部郊外とサムットプラカーンの方に行ってこようと思います。時刻は現在8時15分です。まずは BTS でパークナンまで行こうと思います。パークナムだからどっち方面でいいのかな、こっちでいいのかな。ここに路線図ありました。今プロンポンにいて、トンロイカ前パーカのホンヌートンがずーっと東へ行って、サムロンエラワンパークナム、ここですね、 E の19、ここまで行こうと思います。時刻は8時45分です。プロンポン駅からだいたい30分ですね。オンヌットプラカノンとかオンヌットあたりからかな、だいぶ着きましたね。まあもともと朝の下りの電車だったんで、最初からそんなには混んでなかったですけども、今これ正面に見えているのがサムットプラカーン展望台っていうらしいです。今回パークナムに来た主な目的の一つがこの展望台に登ることです。これはね、以前スクンビット総研さんが動画に上げてらっしゃって、それ見て絶景だったのでぜひ一度来てみたいなと思って今回念願叶いました。なんかここには古めかしい時計台なのかな、ありますね。どこまで続いてんだろう、遊歩道。これ下はおそらくスクンビット通りだと思うんですけどもね。でもここは入れないようになってますね。じゃあこっちか。どなたがパイダイチェメカ？マイマンチェメカ。マイマンチェメカ。ここでいいのかな。なんか行き止まりみたいな感じもするけども。どなたがパイダイチェメカ？カブ。リオサイ。カブコクンカブ。リオサイリオコア。なんか本当のメインの道路じゃないところに入り込んできちゃったんだな。これさっき見た高架の歩道がずっとやっぱりこの展望台まで続いてるんですね。ただまだ通れなかったですけどもね、今日は完成しているような感じではあるんだけど、なんでだろう。でかー、你们想啥一波？
ここに SL が止まってて、それからこっちには恐竜の模型がありますね。これはおそらくバンコクで昔使われてたトラムなんでしょう ね。バンコク市内トラム走ってましたから。さあ入りましょう。みんな4階でおりましたね。なんかオフィスでも入ってんのかな。21から22がやたら遅かったから、どうしちゃったのかと。その後は早かったですね。うん、これで一番上のフロア25階にわー到着しました。素晴らしい景色ですね。チャオプラヤが一望できますよ。まだプレオープンのためなのか、料金無料でしたね。すごく蛇行してる様子もよくわかりますね。向こうがバンコク中心部ですね。あ、ここに今乗ってきた BTS も見えますね。向こうには高層ビルがたくさん建ってますけれども、あっちがバンコク中心部です。これがチャオプラヤの下流側で、先には海も見えますね。今日水曜日なんですけれども、いくら平日とはいえ誰もいないですね。おそらくこのフロア自分一人だけです。お坊さんエリア、なんか首だけっていうのが怖いんだけど、さあ十分見たんで帰ります。時刻は現在9時23分です。ん、ちょっと曇ったぞ。曇りぐらいのがいいんですよね。歩かないといけないから。さあ今からちょっとパークガムの街中行ってご飯食べようと思います。今日まだね朝飯食べてないので、起きてシャワー浴びてそのまま BTS 乗ってここまで来ちゃいました。パクナムの街来たのは初めてですね。この辺り全然来たことなかったです。 Google マップ見てたらなんか良さそうな喫茶店あったんで、ここ入ろうと思います。サムローが置いてありますね。まだ現役なのかな、このエリアではサムローが。もうね、だんだん東南アジアでもね、この人力のタイプ見かけること少なくなってきましたからね。機会があれば乗っときたいけどな。ね、これ乗って街中まで行こうかなと思ったんですけれども、残念ながら運転手が見当たらない。まあ街中にもしかしたらサムロ他にもいるかもしれないから、そしたら乗ってみましょう。
なんだろう、それアイスかな、買ってきますか。こういうのもね、なかなか見かけないんで。あわにゃ。いや、ライカ、カウニャ、カウニャはどうやいか。おお、もち米すごい新鮮。รสอะไรครับอันนี้กะทิมะพร้าวครับกะทิกะทิมะพร้าวนี่ไหนพอแล้วครับนี่ไหนครับ乗せられるものは全部乗せてます。タオライカップ15ครับครับ20โอเคครับไม่ต้องครับขอบคุณครับอืมใหม่昨日プロンポンで両替したんですけれども、1万円買えたらちょうど2300バーツでしたね。エンポリアムの地下に入ってるオーリッチっていう緑のスーパーリッチがやってる店舗だと2305とかでしたね。うん、これで街中入ってきたのかな。そんな感じですよね。なんかこの街結構自転車見かけますね。上のアイスの部分が終わって、カオニャ部分になりました。完全に町の中心部入りましたね。ここもやっぱりタイの他の町と同じく、家人が多そうな雰囲気ではありますね。まあ大体どこ行ってもそうなんですけどね。もうこれがいきなりね、中国式の建物ですよね。これは何なんだろう。上皇廟って書いてありますね。サンチャオポーラックムワン、あ、そうか。この町のラックムワン、ラックムワンっていうのは町の基準となる場所ですけれども、それがもう完全にね、中国の廟ですもんね。最近これ新しくしたばっかりですね。だからいかに家人が多いかって分かりますよね。町の象徴がもうここですから。正面マッサージ屋さんですね。ノアタイかな。ノワットは著文1時間200バーツですね。ノワットアオフットマッサージも1時間200バーツです。ね、自転車多いんだよなこの町。
ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับ美味しかったですね。今時間はちょうど10時。話聞いたら、まあ、パクナムではやっぱり一番古い喫茶店だって言ってましたね。やっぱり中国系で、どこだって聞いたら手宇宙だと思うけどみたいな、あんまりはっきりしなかったけどね。まあ、長州じゃないかみたいな。あ、サムロやっぱりいるんだよ。あ、乗ってみたいな。この先に市場あるんですけれども、前からも1台サムロ来ましたよ。現役だサムロは。アイスクリームにもいますよ。ここが市場ですね。早速声かけてみようと思います。ไปไหนเดี๋ยวไปรอบๆได้ไหมได้ประมาณกี่นาทีไปตรงไหนไม่ได้อยากไปไหนแค่อยากไปรอบก็มาเที่ยวปากน้ำเจอยๆประมาณ10-15นาทีก็ได้เท่าไหร่ครับเอาร้อยหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ผมก็ต้องไปท่าเรือที่นี่ครับไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับここはちょっと上りで大変だから自転車こげないんで押してます。おじさん、めっちゃ大変だ。สะพานคลองฝากน้ำสมุทรปราการคลองฝากน้ำそれでようやく下りになって、おじさんもこんことができる。ไปบางปูไปชลบุรีกรุงเทพฯล่ะครับไปเมืองชลบุรีครับไปข้างโน้นครับผมนั่งรถจากนั่นก็เข้าやっぱりね、サムロ漕いでるだけあって、ふくらはぎがすごいんですよ。ふくらはぎの筋肉が。ここはマクロとロータス。どうなんか、ロンがトンニアユキピラだか。ジェシポディラが70歳だそうです。パクナム市場ですね。
เราลุงก็ทุกวันอยู่ที่นี่เหรอใช่ทำงานตั้งแต่ตอนเช้าขี่มองครับทำงานตั้งแต่เช้าเช้าเลยหรอตีห้าเลยหกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วก็ถึงหกโมงเย็นหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอ๋อสิบสองชั่วโมงห้าสิบชั่วโมงนาน12時間朝6時から夕方6時までサムローの仕事してるそうです。特はマイワンユーマイミーマイミーワンユー。おお。この辺り近郊とかあってちょっと柔らっぽい雰囲気。さあおじさんは行きました。役場払いましたよ。でここがタールはカムファークって書いてあるんですけども、タラッパークナム、この先があの船着き場になってるみたいなんで行こうと思います。ここもだからパクナム市場のエリア内ですね。結構大きな市場ですよ。もう時間的にね、今10時22分なので、もっと朝早い時間だったら人も多いと思うんですけれども、そこまで混んでないです。あ、風が気持ちがいい。あ、そうだ、向こう行かないとダメなんだ。ここは降りるしてきた人のような、6バーツって書いてありますね。ちょっと細かいお金ないんでね、今1000バーツしかないんですよ。ここで崩してもらえるかな、ちょっと聞いてみましょう。どうなか、ポンマイミーベンクよりないか。電話のカード。カード。早速私分ね、今ちょうど来たんで。乗り込もうと思います。全然待たないで済んだ。どれくらい頻繁にあるのか知らないですけど、あ、風が気持ちいい。結構風が強いせいか波立ってますね。向こうの船着き場どこなんだろう。全然向こうは見えないけども、もうちょっと上流側なのかな。展望台見えます。結構水しぶきがかかります。ここに見えているのは島みたいで、この島の反対側へぐるっと回って対岸に桟橋があるみたいですね。
南へ到着しました。今時刻は10時52分だから12分ぐらいかかったことになりますね。特訓か。いきなりついてすぐ ATM ですよ。お金なくても大丈夫。ちょっとトイレ寄ってきます。正面にセブンイレブンがあるんでそこでちょっと水買おうと思います。今セブンイレブンで水買って7バーツでした。それで店員の女の子にそこの島の行き方聞いたんですけども、この道まっすぐ行けば突き当たりに橋があるって、でそんなに遠くないよってことで、名前はコピスーアって言ってましたね。ピスーアっていうのはバタフライの蝶々ですね。だからバタフライアイランドってことだ。どこに橋があるんだろう。うん、風が気持ちいい。さっき船が着いたのはあの辺りですね。あ、今ちょうど出たのかな。でこっちがバンコクの中心部の方角ですね。今いる橋はここですね。でこっち側にいろいろあるんだ。まあ、せっかく来たんで行ってみましょう。人気が全然ないんでね、ちょっとなんとなく怖い気もしますね。昼間なんでいいですけども、なんか青い鳥がいた。なんだろうあれは。そろそろ島の橋に着くんじゃないのかな。そこで今旗が見えてるけども、あの辺りに何かありそうです。うん、そうですね。なんかさっき地図にあった建物だ。煙が出てるから誰かここに住んでる人もいるのかな。うん、ここは一応桟橋になってるんですね。ゴンタップは、ああそうか、海軍の持ち物なんだ。でも入ってもいいんだよね。そうか、そこがやっぱり要塞みたいになってんだよね。今ここで名前書きました。今日は私が2人目でしたね。1人目のことは朝の7時何分に来て、ね、私が2人目です。現在時刻は11時15分。
さっき船に乗ってきた時に見えた銅像がこれですね。ここへ出てくるんだ。展望台も正面に見えます。これちょうど対岸のパークナムから私部でも来てます。さあ戻りますよ。現在時刻は11時40分。このままね、またパクナムに戻ってもいいんですけども、まだ時間が12時前なのでね、ちょっともう一箇所別のところ行ってみようと思います。ちょっと上流側に、バンコク中心部の方面へ行ってみようと思います。この正面にバス止まってますね。なんか思ったよりも早く20分ぐらいで着いちゃいましたね。なんだ、 Google マップ見たら1時間とか出てたんですけど、あれは全然間違ってたんだ。そうだよね、そんなに時間かかるわけない。ここにモーターバイク、モーターサイラプちゃんいるんで、ちょっと聞いてみようと思います。川沿いのレストランまで40バーツで売却で行ってもらいます。ここにラビアンリムナーって書いてあります。ラプラデン。自転車いっぱい止まってますね。これは何なんだろう、なんかツアーで来てるのかな。サワディカコンディオカ。ビール頼んじゃいました。なんか西洋人の団体がいますね。暑いんでみんな外には出てないですけども、これが今売宅で通るときに見たプーミポン2ですね。サパンプーミポンソンって書いてありますから、プーミポン2橋ですね。でこれチャオプレイヤーがです。綺麗な社長橋。頼んだトムヤムクン来ましたね。あともう一つプーパッポンカリー頼んだんですけれどもね。プーパッポンカリーも来ましたよ。うまそうでしょ。うん、ただ値段は高めで、これで確か300バーツぐらいしたと思います。あとトムヤムとご飯とチャンビール、これで全部揃いましたね。この団体は自転車で
っぱりバンコクとかバンコク郊外なんかを回ってる人たちみたいですね。美味しかったです。さあこれで近くの桟橋まで行ってまた船で対岸に渡ろうと思います。でそこから最寄りの BTS に乗ってプロンポンまで帰ろうと思います。現在時刻は1時11分です。うん、ここ川沿いが遊歩道になってるんでここ歩いていきましょう。このサパンプーミポン村プーミポンニー橋はチャオプラヤ川に架かる橋の中では下流から2番目の橋ですね。で向こうに見えますかね、このカメラで橋が見えてるんですけれども、あれが一番下流側の橋ですね。カンチャナピセークっていうんですけども、でカンチャナピセークっていうのはタイ語で50周年っていうような意味で、あのプーミポン国王が在位50周年にちなんで名付けられた橋ですね。一番下がこのカンチャナピセーク、サパンカンチャナピセーク、でこれがプーミポン村、でその上がプーミポンヌンで、さらに一個上がラマ救世橋なんですよね、プララムカウ。だからチャオプラヤ川にかかってる橋の中で下流から4つは全てラマ救世関係の名前がついてますね。ただ今あのラマ救世橋の下流側に並行して新しい橋作ってて、それはラマ10世のに由来する名前が付けられるみたいですよ。確か今年10月って言ってたような気がするけど、開通がだからもうちょっとですね。今7月なので、対岸へ行く桟橋っていうのはここなのかな。ちょっと地図で、あ、まあ、そこに向こうにも桟橋がありますもんね。おそらく、あ、それかもうちょっと向こうか。今船が止まってる、あそこかもしれないですね。やっぱこれがそうだったんですね。残念ながら今ちょうど出ちゃいましたけども、まあ、そんなに待たないで乗れると思いますけれども。その車の下、車とかバイク乗せたフェリーはここの船着き場じゃなくてもうちょっと下流側の船着き場向かってますね。ちょうどこっちから出た車とかバイク乗せたフェリー向こうが行ってますもんね。なんとなく船着き場周辺ってこんな感じでやっぱり市場的な雰囲気になるんですね。料金は向こうを着いてから払うのかな。定員は80人、ペース1本って書いてあります。この正面に見えているのがカンチャナピセークっていう橋ですね。1時25分出発しました。
乗客は全部で10人ちょっとぐらいですね。4番ですか。じゃあちょうどいいや。แม่น่ะเขาบอกว่าชั้นใหม่อะไรไม่รู้ちょうど4番細かいのがあったので、ここから BTS の駅までは何で行こうかな。そこにトゥクトゥク止まってますね。トゥクトゥク久しぶりに乗ってみようかな。あ、ここにもサムローいるけど、ちょっと距離がありすぎるんでね、さすがにサムローで行くのはためらうな。バイタクかタクシーか。バイタクはそこにいるんですよね。ただ売却で行くにしてもね、距離があるんだよな。ちょっと聞いてみましょう。どうなんか、た BTS サタニーナイプライティースなんかサムロンタオライか OK か、はい。サムロン駅が近いっていうんで80バーツだそうです。計画くらいまいか7キロか僕が7キロあるそうです。結構あるな。サムローに到着しました。時刻は1時45分です。もうこれでね、一本で宿のある BTS のプロンポン駅まで行けます。残り258バーツ。今この E の15って書いてあるサムローン駅にいて、でずっと西に進んで、自分のホテルはこの E の5のプロンポンですね。そこに見えるのがイエローラインのサムロン駅ですね。あのイエローラインというのはモノレールですけれども、去年できたばっかりので、この駅とはおそらくこの歩道橋でつながってるんじゃないかな。昼間の時間帯で、さらにまだ郊外なんで、ね、そんなにお客さん乗ってないです。次がベーリンで、それでバンナウドムスブナウィティってなります。私が降りるのは E の5なので、まだだいぶありますね。10駅ぐらいあるってことですね。プロンポン駅に戻ってきました。
改札出て徒歩1分でホテルなのでね、この建物がホテルなんですよ。目立たないけど、この正面の